テレフォンコミュニケーションはどんなよ。君の会員ナンバーは。ああ、中学生なの。今日はどうしよう。テレフォンコミュニケーション。大丈夫よ。トラブルもなく、たまには顔出してよ。なんといってもあんたが社長なんだから。あのね、私は単なる夏美コーポのオーナーであって、クラブの経営に関して。わかった。あ、それでね、ルミ、あなた向けの変わったのが来てる。番号言うから控えて。はい、どうぞ。三鷹の杉浦さん、内容はオナニーの悩み。ちょっとユミ、何よこれ。目いっぱい月並みじゃないの。それがオナニーすると体が変わっちゃうんだそうです。杉浦です。あ、私マドンナのスー子。あ、どうも。さっきは電話ありがとう。いえ、そのなんか声が死んでるわよ。かなり深刻なのね。ええ、そのオナニーした時、光や鳥が見えたりして、それで部屋の中がめちゃくちゃに。あのね、君、落ち着いて、落ち着いて話してね。とにかく一度、そのどこかで会いたいんですけど、あの杉浦です。あ、私スー子、よろしくね。いらっしゃいませ。アールグレイをアイスでね。かしこまりました。君ってモテるでしょ。ところでさっきの話なんだけどさ、別にそれほど気にすることじゃん。友達に君くらいの子がいてね、その子がフロイトに凝ってて、彼の言うところによると幼年期の抑圧されたリビドー。どうしたのその服。慰めると、その、こうなっちゃうんだ。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。フロイトの出る幕じゃないわね。こうでなくちゃ面白くないわよ。洋服代もバカになんないし。今ここでさ、オナにしてみて。いや、この、したらトゲでも出てきたりして。
狼なんかにはならないってよね。ねえ。いいじゃないの。こっち向いて。あっ。あれ、あなたなの？一体あなた何なの？静かにしろい！すみません。なんで私に何しろって言うのよ。誰にも相談できなくて、誰かに聞いてほしくて、それで…座れって言ってんだろうが！要するにスケベなこと考えたり見たりすると、あ、なるほど。まずいよ、こんなとこ入って。俺こんな体で。バカね、好き好んで化け物と寝たりするもんですか。そりゃまあそうだけど。でもね、君そのものにはとても興味があるのよね。要するに奥手なのよね。こりゃ慣れるしかないわね。慣れるって？そうよ、慣れるのよ。どうしたい、おめえら。
こうタコの触手みたいのがバーッと嘘じゃねえっつうのに、ぬいぐるみでもねえっつうのに。月並みですがね、宇宙人、どっかの国の秘密兵器改造人間、いや全く知られていない病気。しかしなかなかいい男じゃねえか、おめえの片思いにしちゃ。あのね、話を、羽子、変な気を起こさんでくださいよ。そいつは化け物。わかった、こいつが化け物だってんだろ。おめえの方がよっぽど化け物っぽいけどね。しかしこっちの女、どこかで一年の夏美、夏美ルミ。こいつは久しぶりに面白いことにありつけたぜ。この写真もらっとくぜ。あ、お母様、またユミのところで。ご心配なさらないで。はい、それじゃあお母様。鮮やかなもんだぜ、夏美よ。我が子きっての優等生、夏美ルミ嬢、夜の女に大変身ってわけだ。あ、私にどうしろと。別に、ただこの人と深くお知り合いになりたいだけ。簡単なこと、明日の4時、駅前のサテンシャッガーに連れてきな。断ればどうなるか一晩じっくり考えな。お礼よ、今までの。お礼って…どうかしたの？ううん、なんでもない。あ、もしもし、あたいだけどね。四五人集められるかな。早い方がいいね、大至急。前から聞きたかったんだけどさ。何？最初にサテンで会っただろ。あの時逃げなかったのはなぜ？そりゃ興味あったからよ、あの時から。リョウのこと。リョウ？Thank you.
お嬢さん、電話が入っております。ああ、マイキー、やばいぜ。姉子たち、あの化け物にちょっかい出しやがった。何が起きるか分かったもんじゃないぜ。場所は、このビルは2年ぐらい前からこうなんだ。で、俺たちが時々使わせてもらってるってわけだ。こういうことには何かと便利でな。さあ。お互い楽しもうじゃないの。ゆっくりとね。うめえ。あたいのガチが言うにはさ、ほんと化けるんだってね。さあ、化けてみな。テレクラジオやってんじゃないわよ。かかってらっしゃい。お嬢さん、困ります。そんなもの持ち出されては。好きだぜ、強い子って。
私はこの生き物を取り込んだ時から記憶をなくしていたんだ。なんだ何がどうなる。私は私はコレクターだ。全ての世界、全ての生き物、やめろ。一つがなぜだ。ああうるさいうるさい、頼むから出てってくれ出てってくれ。俺、三鷹の杉浦です。そのオナにすると光が見えたり、鳥が鳴いたりして気がつくと部屋の中がめちゃくちゃに。あ、うテレフォンコミュニケーションマドンナよ。はい、テレフォンコミュニケーションマドンナです、ね、あ私ユミ、あなたは別にそう、大丈夫よ。はい、テレクラマドンナよ。こんなもんでいいかな。で、
あなたの要件。君、今どんな格好してんの？下着の色は？こちらでうちの姉子がお世話になってるって聞いたもんで。うん、まだ2日目だけど手慣れたもんだってみんな感心してたわよ。うん？うん、ああ、うん、ああ、うわあ、怖いよ。
魔の手打ち破れ、希望に満ちたあの空の未来に向かう僕らの心、守り抜こうぜ力合わせて、レクレク君も一緒さ、紹介します。司法堂光くん、今日からこの2年 B 組に転入になりました。司法堂くん、みんなに挨拶を。司法堂です、よろしく。一人落ちんだらもう次のやつを転入させやがんのかよ。大した金儲け主義の学校だな。え、おめえもそう思うだろうが。おい、よう先生、俺の席あの後ろの空いてるところだろ。ええ、そうだけど。いや、おめえの席はよ、こないだ落ちにやがった野郎の席なんだぜ。せいぜいおめえも死なねえように気ぃつけなよ。そいつはどうもご丁寧に。今朝は随分とご丁寧な挨拶をしてくれたじゃねえか。ねえ、ちょっと顔貸してくれよ。なんだこいつ。頭おかしいんとちゃうか。いや、悪い悪い。あんたがあんまりにもパターン通りのセリフを使うからさ。どうした、驚いて声も出ねえのか。ゴミさんはよ、中学の時空手の全国大会で準決勝まで行かれたことがあるんだぜ。はあ、じゃあ準決勝で負けちゃったんだ。バカ野郎、ゴミさんが一番気にしてることを。へい、君ただで蹴れると思うなよ。いい加減になさい。あなたたちがいるとみんなが不愉快になるわ。さっさと教室から出てって。弥生ったらやめなさいよ。話して、みんなもみんなよ。こんな人たちの好きにさせておいていいの？新しくクラスメートになった人が困っているのに見て見ぬふりするわけ？お先に。皆さんお冷たいですね。せっかく生徒会の副会長さんが自ら正義感を振るってくださったのにね。ちょうどいいや、椎名さんよ。
前々からあんたにはいろいろとお礼をせにはなんねえと思ってたんだ。や、弥生、逃げなきゃ。そうはいかねえぜ。こんないい機会を逃すほど俺たちはアマちゃんじゃねえんだよ。先生呼ぶわよ。バキュン。最高。おっと。ずいぶんと好き勝手なことを並べ立ててくれたじゃねえか。どうしたい。先見てにわめき立ててみろよ。やめてよ、汚らしい。かる。てか、痛かったら泣いてみろよ。てめえ何の丸だ。か弱い女の子が体張ってかばってくれたんだ。ここで黙ってちゃ男をやめなきゃなんねえべ。てめえ痛かったろ。手の甲にあるツボを刺したからね。やるわ。そこまでよ、ゴミ君。先行。くそ。ゴミさん。ちっ、このままで済むと思うなよ。椎名さん、椎名さん、大丈夫？はい。ちっ、今日は二度も女に助けられちまったぜ。バカなこと言ってないで、椎名さんを早く保健室へ連れて行きなさい。そんなこと言ったって、俺今日この学校に来たばかりで何も。私が案内します。大丈夫？司法堂君、あなたはちゃんと家まで送るのよ。なんでそんなこと。当たり前でしょ。帰り道に彼らに待ち伏せでもされたらどうするの。ちぇ、はいはい、わかりましたよ。じゃない、初日から派手なことしちゃう。仕方ないだろ、この場合。光る。大丈夫かよ、おぶってってやろうか。あ、いえ大丈夫です。あの、さっきはありがとう。いや、礼を言うのはこっちさ、うん、あの人たちいつも勝手なことばかりして、なのにクラスの誰一人として。まあ、今はどこの学校もそんなもんさ。うちの学校私立でしょ。裏口入学とか多いらしくて、中学の時からの札付きがゴロゴロしてるの。学校の中に蛇国会なんて組織まで作っちゃってね。その番長があのゴミ君ってわけなの。学校の中だけじゃなくて、外でも恐喝とか暴行とか、そこら辺の暴力団より立ちが悪いって。もっともほとんど表沙汰にはならないけどね。ゴミ君のお父さん、いわゆるこの町の権力者なのよ。この広い公園も、駅前の商店街も。うちの学校だってそう。この町では誰一人逆らう者はいないわ。教師も含めてね。なるほどね。でもね、私たちだって何もしてないわけじゃないのよ。私たちは私たちなりに学校を良くしようって生徒会でだって。減らないか。ハンバーガーでも食っていこうぜ。俺、おごっちゃうからさ。すっかり暗くなっちまったな。ねえ、ん？あのさ、私ちょっと帰る前にうちに電話しときたいんだけど。ああ、そうか。うちの人を心配するもんな。おう、あそこにあるぜ。じゃあちょっと待ってて。はいよ。はい、椎名でございますが。あ、
遅くなってごめん。今から帰ります。え、ううん、お友達と一緒。うん、うん、あ、違うったら。うん、じゃあね。俺の後についてこい。行くぞ。いたぞ、こっちだ。一体何事なの。そんなことはこっちが聞きたいね。待て待て、やろう。どこ行きやがった。さあ、この辺に隠れてやがる。知恵でスターぜ。あそこだ。探し物なら手伝ってやろうか。やろう。いつの間に。降りてこい。降りてってもいいの。後悔すると思うぜ。バカ野郎、寝言抜かせるんじゃねえ。てめえ頭おかしいじゃねえか。飛んだ。やった。このクソガキ、やっちまえ。言ったろ、後悔するってさ。このままで済むと思うなよ。この町でゴミさんに逆らって生きていけたやついねえんだ。やっぱゴミの差し金か。つくづくパターンな男だな。帰ってゴミに伝えな。漫画ばっか読んでねえで、たまには教科書でも読めってな。じゃ、お大事に。おはよう。あ、おはようございます。昨日は大変だったらしいね。え、いえ、別に。よう、おはよう。司法堂君。なんだね、君は両徳の生徒かい。うちは高速でバイクでの通学は。というわけですので、この頭の硬そうなお兄さんは。あ、こちらは天草四郎さん、うちの学校の生徒会長さんよ。へえ、どうりで。あ、俺司法堂って言います。昨日転校してきたばっかなんで、よろしく。とにかくあの学校だけで5人も立て続けに自殺者が出ているんだ。普通じゃねえ、うん、それも調べてみたんだけどね、やっぱりみんないじめに遭ってたみたいよ。あの学校に奴らが入り込んでいるのは間違いねえ。あとはどうやって尻尾をつかむかだな。やはりゴミたちが。あずみ、悪いけどこれからあいつらの様子を探ってきてくれないか。え、私が。ヒカルはどうするのよ。うん、ちょっと気になるやつがいるんだ。俺はそいつを当たる。いらっしゃい。マスター、ここに来ればゴミ君がいるって聞いてきたんだけど。あなたは警察の人ですか。出なかったらあまり深入りしない方がいいですよ。
よ。もう帰っちゃったのかな。うちを抜け出すのに時間かかっちゃったもんね。こともないさ。異空間に出入りするのは貴様らだけの能力でもない。そろそろあんたもその暑苦しい仮面を外したらどうだい、天草。いや、浦和さんよ。貴様、我々を知っているのか。ようやく正体を現したか。一体何者だ。決まってるだろ、正義の味方さ。小賢しは、
天草、貴様は己の欲望のために多くの若者を自殺に追いやった。許さん。レック、学園特捜光音。うぬり。と。ジャス、ビームガン。皆さん、スパルオン。が異空間に閉じ込められている。救出に行ってくれ。オッケー。くぞ、リボルジョンボンバー。仲間のために、若さのために、恐れずに立ち向かえ。悪い奴にはな心を踏みにじられ、魂までも奪われた若者の怒りと苦しみ、今この俺が晴らす。ジャスティスブレイド。おじゃんき、行くぞ。ジョン、ジャストワンブレイク。シーナ君。はい。
ほっせ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 、声が小さい。ほっせ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 、行こうか。あら、椎名さんにお別れしていかなくていいのかな。おい、あー光る。光る音の活躍で邪教集団ウラーの野望がまた一つ阻止された。若者たちの純粋な心を守れ、烈空学園特捜光る音。玉木、これに。客人が来られる、迎えよ。承知いたしました。スジャクやも知れ、丁重にな。御意。ねえ、ちょ
小さい時からたくさん見てた。ちょっとトモ、しっかりしてよ。あ、ひろこちゃんの後ろにも。あんたち悪いな、この酔っ払いは。もう知らないから。あれあれ、ひろこちゃん。お迎えに参りました。もうまったく、もう手早けんだから。ご苦労だった。ようこそ機動隊社。我が清流の気受け取るがよい。申し訳ございません、ミキ様。昨夜も例の坊主取り逃がしてしまいました。我らできる限りのことは。そのことだがな。は。昨夜の娘バイブレーションは似ていたのだが、衰弱の気はなかった。それは遺憾に存じます。他の2体の手がかりは。いや、そのことですが、ご覧ください。なんだこれは。新進の陶芸家で比喩京一と申します。ただいま新宿で個展を開いておりますが、大層な評判で。
似ている。この男我らのご神体を。まさか。すぐにでも会いたいものだな。はあ、しかし本日は通産省の三浦様との。明日にしてもらいなさい。手配いたします。比喩京一。あなたですか、僕を呼んだのは。この絵はどういう意味です。なんとか言ったらどうなんです。帰ってしまうのかな。白虎。白虎、何のことです。ああ、比喩京一君でしたね。君の作品がその絵に似ていたものだから。会ったこともない君をぶしつけに呼び出すなどどうかしていた。許してほしい。そうですか。しかしあの絵を見たのは初めてなんですよ。そろそろ戻らないとなりませんので。失礼。また会えるかな。ええ、きっと。比喩さん、比喩さん、比喩さん、あの大きいのはどうします。時間が来たらトラックの方へ積んじゃってください。はい。大丈夫ですか。あと2時間ほどで終わりなんですから頑張ってくださいよ。ああ、比喩さん、こんにちは。あれ、また来たね。え、だって好きなんですもん。ん？え、あ、そうじゃなくて、あの陶器が。山下、嫌われちまったぜ。心中お察しします。いや、やだ、別に比喩さんが嫌いなんじゃ。じゃあ、あの僕のことを。いや、だからあの陶器が好きで。え？はい、これ買ってきて損しちゃった。しほちゃん、これが相当気に入ったようだね。ええ、これ見てると、なんていうのかな、うまく言えないけど、心が和むの。不思議ですね、比喩さん。そうだ、一度うちに来てくれませんか。ごちそう作ります。こう見えても料理は得意なんだから。へえ、しほちゃんの家はどこだい。うわ、感激。来てくれるんですか。比喩さん、すいません、ちょっと準備室の方へ。ああ、今行くよ。
じゃあ今度また。それじゃね。きっと来てくださいね。うち相模原ですから、入り口の名簿に住所書いてありますから。きっとですよ。あ、じいさんじゃないか。いつ来たの。人がせっかくやってきたのに、じいさんとなんじゃ。奉仕様と呼べ、奉仕様と。ひでえな、じゅう。奉仕様。おいて、何も殴ること。ああ、そうそう。今日おかしな奴に呼び出されたぜ。俺のことを白子と呼びやがった。そうか。まだ話しておらなんだがな。おめえに作らせたあれ、つまりこれな。こいつは奴らの御神体ってやつよ。そうか、気負ったか。ええ、それにね、これを好きだっていう子が一人。娘か。うちはどこだ。相模原です。南か。間違いねえな。お前が西の白子、わしが玄武。まあこりゃ北だ。その娘が南の朱雀、そして東の新宿で軌道衆の頭目にあった。その男青龍やもしれんな。まあよいわ。さて行くか。え、行くってどこへですか。鈍いやつじゃの。住所くらい聞いとるんだろうが。え、あ、相模原か。旧大社の近くとは皮肉なものだ。は、ところで、あの男いかがでございましたか。比喩京一か。何か。すぐに相まみえることになろう。すぐにな。では。じいさん。いい星だぜ。元気ねえな。おめえよ、車ぶつけといてのんびりしてんじゃねえ。へいへい。大体なんでこんなとこ来なきゃなんねえんだよ。年寄り歩かしといて何ぬかしゃまる。いちいちも。塩ちゃんちを通り越してどこへ行きなんだよ。心配でならんか。よだれが出とるぞ。このヒヒジジイ。そう、カリカリすんなって。じきに面白いもの見せてやるからよ。玄道、先代様の恨み晴らさせてもらうぞ。軌道衆70代目頭目千代木敏郎、その主が死んで結界もろともこの有様へ。以来18年ここで行った陰陽蛇観の呪法は依然キャツラを動かし続けておる。同窓復活とかいうもんのためによ。そうであろうがシャンカとやら。クッコイス。娘が危ねえ。
待たんかい。急がないとしおちゃんが危ないんでしょうが。どうしよりを粗末にしよって、このバチ当たりもんが。さっさと歩かんか、この当変僕。どうした、まだいたのか。よせよせ、お前らじゃわしらに勝てん。言動方針、ここは頼みます。あ、こりゃ。やつ、手合わせ願おうか。その声は榊とか言ったな。今宵は18年前のようにはいかるぞ。いい夜はい、わしの死体にでも傷をつけようってのか。おめえ死ぬぞ。それも一興よ。抜かしおる。これは比喩君、息を切らしてどうしたんです。比喩さん、山で少し運動ね。あんたこそよそのうちでやることとは思えねえがな。話してやんなよ、嫌がってるぜ。君も無粋なことを言うね。志保さんには私の大事な人になってもらうのだよ。嫌だよ、比喩君。今の君では私に触れることさえできない。ここでじっとしててもらうよ。不動博士で少し苦しいかもしれぬが、すぐに解いてあげる。私は急いでいるのだ。どうしても戦うというなら今度は。あいにくと、志保ちゃんは死んでも渡せねえんだ。悪いね。残念だな。おめえ、芸道に落ちたか。サルバーシャトルオンナシアヤサタムヤサタムヤサプタサプタ。
覚醒しておらずとも同じ聖獣を飼う者として殺したくはなかったのだがな。で、そういうのなんていうか知ってるかい。小さな親切大きなお世話ってよ。読み字を急ぐか。成仏しろよ。そんな志保の母さんを。志保さんには気の毒なことをしたと思っているよ。外道が。白虎編ですか。うわあ。おかあさん。なんだ。志保。ヒヨさん。花嫁を渡すわけにはいかないな。ひでえ目に合わせちまったな。すまん。ヒユさん。早く逃げろ。ここは俺が食い止める。私、一体どうしちゃったんですか。何も恐れることはないんですよ、志保さん。それがあなたの力なんですから。我が妻、スジャクの。行け早く。ヒユさん。ヒユさん。遅かったか。死ぬわけはねえよな、おめえが。おっ、おっと、ヒユさん。あんた、シオさんじゃな。誰。京一、ヒユ京一の知り合いじゃ。しっかりせい。ヒユ。この子を守るために。大バカもんが。Thank you.
昭和2年空海62歳にして高野山奥の院で入定する。かの偉人がもたらしたものは461巻に及ぶ経論疎と密教法具、そして戸外を禁じ数名の弟子に隠匿を命じた下法であった。我今両義教より消失せし呪法人と昇格が対局より取り出したる師匠席によって1000年の禁を破り下法の封印を解く、すなわち空海が編みし陰陽蛇感。代々高野山雑と一握りの者にしか知らされぬ密儀の名を、陰陽蛇感という。鬼か、よくで人も鬼になるのかよ。いやすっかり遅うなってしもうた。はっはて、調べましたところ新宿にある街道商人千代木幹の隠れ蓑にほぼ間違いないようですな。うん、親父よりは頭が切れるか。そのようですな。しかし総長、奉仕よ。いやこれは失礼で、これから奉仕を一人でどうなさる。それよ、今日一が戻らねえとなればこの老いぼれ石で。あ、ああいかん、お嬢さんお体に触りますぞ。さあ、比喩さんは生きています。死んでなんかいません、わかるんです。帰ってきたんです、相模原に。
お嬢さん。行きましょう、奉仕さん。相模原にいるんです。そこに比喩さん。奉仕。身から出たサビか。不甲斐ねえな。ムクリ、今日よりシャンカはお前が束ねえよ。は。明日の夜、今一度陰陽蛇間を行う。それまでに聖獣をすべてここへ。承知しました。できぬとあれば朱雀だけでもな。そうなれば残る聖獣もほどなく我が手中に入ってこいよ。お任せを。比喩京一は傷つけずにね。あの男生きているよ。わかるでしょう。白虎京一君、この目が清流が呼ぶんですよ。待っているよ。小一時間で戻る。はいよ。外には出ん方がいいぞ。しおちゃんよ。一人で歩いて怖かねえのかい。平気です。奉仕さん、バッタ。少しは元気が出たようだの。でここでいいのかい。わかりません。でもいます。比喩さんは必ずこの近くに感じるんです。しおちゃんよ、危ねえから離れるんじゃねえぞ。急げ。お。
金州。やお。やふっ。お久しぶりです。何が久しぶりだ。遊んでんじゃねえぞ。なんだと。見るんじゃねえ。おめえも行っちまうか。まあ逃げ足の早いことを。おい。ああ、どういうことだ。何が。とぼけるんじゃねえ。我らはただ僧正に加勢して陰陽蛇間を封印せよとそう言われただけです。今は奉仕だと。こんな腐れ口が。好きにせえ。黒煙か。東西に分かれて回り込む。行け。おめえお山に戻って何年になる。そんなもん覚えてねえ。18年前の責任を一人で取れとお山に命ぜられて軌道衆とやら追っかけてるところへおめえらが送られてきた。3年、京一が15の時からよ。今度は何の役目だ。相変わらず面白くねえことばっか言いやがる。どうでもいいじゃねえかよそんな話。くだらねえ。うん、かもしれねえ。そんなことより早いとここんなところ吹けようぜ。坊主が柄にもねえってか。さてと、おめえタクシーの死体片付けときや。わしゃ塩ちゃんを連れてくる。生臭が。塩ちゃんよ、気分はどうだい。ええ、もう、はあ、そいつはよかった。さあ行こうか。奉仕さん、教えてください、比喩さんのこと。なんだ、俺がこんなことしなきゃ何年だ。あ、じじい。なめんじゃねえぞ、こら。もう15年になるか。やっこさんがまだガキの時分、やっぱり白虎の木が育っておってな。そいつがつまらんきっかけで吹き出しやがった。それ以来やつの親代わり。それだけの関わりだな。比喩さん、私と同じに。おいおい、なんだよ。おめえ車の運転な。
もしれ。禁止。志保さんをよろしく。ヒユさん。二人を止めてください。あれ、ヒユさんです。ジョイチ。待て、やばいか。あいつは教育だ。だったらなおのこと、やめるわけにはいかねえな。え、そんな。陰陽蛇感の用いられること何としても防げとの仰せです。そんためなら聖獣であろうが殺しても構わんとよ。ヒユさん。やめねえか。てめえらがやり合って何になる。バカどもが。まだ動けるか。返したもんだ。京一、行羅、てめえ。殺しちゃいねえよ。チートばっかしお行儀よくしてもらっただけよ。なあ、どうした。なんとか言ってみろよ。ほっとくと本当に仏さんになっちまうぜ。それともまだそうやってお犬さんごっこやっていてえのか。もうやめて。ヒユさんは私を助けるためにそんなに。なのにひどすぎます。ふぬけが。そうやっててめえから逃げてさえいなけりゃ外せるものよ。どうやら彼は我々の知ってる京一君じゃないようですね。引導を渡してやら。ヒユさん。これショウ運転ですね。お見事といったところですか。おめえ、お初にお目にかかる。機動衆若頭ムクリという。スジャ、確かにいただく。渡せねえな。急ぐのでこれで失礼させていただく。ふざけやがり。行羅、禁酒。何やってやがる。分かってるよ。なこと。よう。うお。下道で女かよ。京一、京一よ、いつまでもてめえから逃げてんじゃねえ。しようをなんとかしねえか。おめえがどんなに逃げようとおめえの中の百個はいなくなっちゃくれねえんだ。目を覚ませ京一。要は必ず守ると言ったじゃねえか。おめえ新宿の。うわあ。百個よ、君は私ともう一度戦うのだ。この私を本気にさせた償いに、比喩京一、君だけは絶対に自我死はしない。この戦いの輪廻から。俺は何をしている。ん、負けた。
ですね。元には戻れないでしょうね。ああ、今楽にしてやるさ。そうですね。待ちな。おめえら。バカたれどもが。なんてことしやがんだ。よっぽど死にてえと見えるぜ、このじじいはよ。はこの悪たれどもがやっちまっちゃ何にもなんねえんだよ。年寄りの強がりは体に毒ってもんだぜ。はあ。よら、禁止、その娘だ。おはおめえ、じいさんは休んでな。ここからは俺がやる。待たせたな、あんたたち。あんたもな。すまんが教えてくれ、陰陽蛇感はいつやらかす。いや、新宿軌道大社助けて。安心せい、今冥土に送ってやる。当主は京一の車を拾ってから来るとさ。なんだそりゃ。先に行きます。遅れんじゃねえぞ。さっさと行かんかい。ああ、わしらも行くか。またぶつけんじゃねえぞ。バカ言ってんじゃねえよ。ご苦労だったね、ムクリ。何を恐れているんです？私が怖いですか？いや、
そのような。私は感謝しているのですよ。今宵あの月が中天にかかる頃にはスジャクとの祝言も終わっていよう。受け取ってもらえるね、清流を。だろうな、良一。我らの目的は道祖復活を阻止すること。そしてかつて軌道衆に奪われた人形蛇館と師匠席を奪い返す。で、目的が果たせぬ時は志保さんの命見捨てていただきたい。面白いもんよ。1300年ほども遡りゃ、呪術が国家の命運を握った時代にぶち当たっちまう。その自分に権勢を誇り、己が呪力のために疎まれ闇に葬られた男がおった。軌道をもって祭りごとの裏に仕えた一族の王座、道祖と呼ばれる軌道衆のご本尊様よ。そいつをよみがえらせるためには呼び出した死生獣を揃えなきゃならねえはず。まあいいや、適当にやってりゃそのうち軌道衆も現れようってもんだ。そうなりゃ陰陽蛇館しか眼中にねえおめえらもどさくさに紛れて大社に入り込めるってもんだろうよなあ。じいさんはどうなんだい。わしゃこう見えても博愛主義者でな。じいさん、来る。できないな。言ったでしょう、君には私の大切な人になってもらうのです。嫌です。連れ戻った我が同胞たちです。死人はお嫌いですかな。
反言かよ。おめえらにはお似合いだの。喜んでいただけて光栄です。遥か古にも二人の若者があなたを愛し、そして滅んでいったのですよ。一族と共にね、あなたは私のものだ。残念だの。だがてめえから進んで丸腰になるたどういう了見だ。そんなものであなたを倒せるとは思えませんのでね。そいつはありがたいね。でこうする。そういうことかい。こいつは。なぜそれほどにあの子へこだわる。さあな。陰陽蛇感はどうする。あれを封印せぬ限り、いずれ志保さんは。あんた、てめえの手に余る代物をいきなりしわされちまったらどうする。それもカビの生えた時代の縁石とかいうわけのわからねえもんだよ。俺はそいつを叩き返しに行く。それだけだ。司法の分もまとめてな。だが我らは雑の勅命を遵守せねばならぬ。それができぬとあらば京一といえども。好きにするさ。くそ、あのパラダイム野郎手間取らせやがって。あは、何話してたんだ。いや、何を見てきたんだろうな、奴は。あ？
奥殿へ行く。客人には十分なもてなしをな。御意に。お疲れさん。先走りが過ぎるぞ、リョーラ。あのな、先走りはどっち…足りねえはずだぜ。無理すんじゃねえよ。行けよ、行一。それに禁止リョーラ。おめえは坊主やるにはヒューマニストすぎら。しかしうだうだ言ってっと間に合わねえぞ。さあな、道に迷ったわけじゃなさそうだ。戻ろう。白虎で探せば志保さんのところまで行けるはずだ。そうだな。奇襲！大丈夫だ、心配ない。今行く。構うな。志保さんを助けろ。行け行け行け。私の愛しい人、スジャクと共に。やるぜ。
待っていましたよ。司法を返してもらおうか。それはできませんね。志保さんは私の一部になったんですよ。ほら、見えるでしょう。ヒモロギとなって次に私の宿る体を用意してくれているのですよ。そうやっていつまで志保エボシを利用する。永遠にこ。思い出したんですね、古の記憶を。ああ、俺が誰で、てめえが何者かもねえ。では、どうします。蹴りをつけるさ、今度こそな。言ったでしょう。君は私に勝てない。忘れたわけではないでしょう。白虎など所詮借り物の力、七度転生して全て惨敗。烏帽子を守りきれなかったってか。だがもう決めちまったんだ。てめえを倒して白虎も叩き返すってね。面白いですね。聴覚以外私を封じれませんよ。もうおしまいですか。あいにくと体は丈夫でね。そこまでだ。ん？手間は食っちまったが、やっと会えたの。これはご老体。陰陽蛇冠と師匠席返してほしいんだがの。ないんだ。もうないんだよ。四つの化け物に封じた道祖の力が飛び出しちまって、ただの土くれと紙切れになっちまったんだ、18年前にね。うん。だがやり合う理由はいくらでもあるでな。ほらよ。返すぞ。ではもう一つのものも返していただきましょうか。うん。じいさん、なん、君にはそこでじっとしていてもらいますよ。まさか。あなたは私の思惑通りに動いてくれた。18年前に死んだとも知らずにね。
化け物どうやって来やがれ。とどめを刺してやるぜ。禁酒てめえ汚ねえぞ。死ねえ。この野郎、殺せ、リョーラ、殺すんだ、こいつと一緒に。もう俺は助からん。頼む。ああ。覚悟しやがれ。まで人を利用すれば気が済む。変わらないな、昔と少しも。いつもそうして私のすることを非難した。同じ血を引き、私から白虎という力を受けておきながらね。俺はその傲慢さが気に入らねえのさ。行きますよ。君は力を無駄に使いすぎる。むやみに白虎を打ち出すものではありませんよ。命を削ることになる。負けるわけにはいかねえんだ。志保のためにもね。うわあ、うわあ、とどめはいりますか。ふざけるんじゃねえ。言っただろうが、負けるわけにはいかねえんだ。お、今度は俺の番だな。さあ、エボシか。もうやめて。戦いはたくさん。お願い、竜王。何を。また裏切るのですか。帰りましょう。対局へ。ありがとう、ヒーユーさん。あなたはとても優しくしてくれた。さようなら。エボシ。シロ。
志保、夢で会おうな。
旦那様、お呼びでしょうか。でけた。さん、原告の教科書貸してよ。ね。また。駒場さん、お元気ですか。元気ですよ。いつも借りてばかりいて、中野さんに迷惑かけちゃダメよ。駒場さんもラブレターの整理で大変なんだから、もう少し早く来ましょうね。ほらよ。無理こーっと。ちょ。
なのです。話せば長いことながら短くね。いや長い話なんだけどな。短く早い話が、これは幽体離脱マシンなのです。ん、信じられんかね。僕は長年研究に研究を重ねて、先日ようやく完成させたのです。実験も成功しています。多分そうですね、日本にこれ一つだけじゃないでしょうかね。それをです、世界に二つとないこのマシーンを破格の値段で買った売った ちょっとそれはもしかして、うん、5000円ですね。5000円です。ちょっと水着缶の付き合うって言ったじゃない。ちょっと阿佐ヶ谷くんね、阿佐ヶ谷知らない。ったく阿佐ヶ谷のバカ、あんなインチキ買ってさ。あたしもさ。ご試着どうぞ。あ、でもあなた大きいからサイズが。え、よし俺はやる、やるったらやる。お父さんお母さん、先立つ不幸をお許しください。ドアがいらない。この際ドアのことなんかドアでもいい、なんちゃって。お、飛べる飛べる、だっちゃ。こうなったら男のやることはただ一つ。コママさん、これ
これで1600枚目。はあ、ごまばさん、失礼します。コママさんのパンティここで説明しましょう。駒場さんの意識はどうなったかというと、この場合阿佐ヶ谷君の意識の方が強いのか、駒場さんの意識は眠ってる状態になってるわけですね。つまり何やろうと自由。あー、こきたいな。でも駒場さん綺麗だな。触ってみようと。いやらしい。女の体ってすっごーい。プール行こうよ。うん。ああ、今日は暑くなりそうだね。たくあのバカ、どうしようもないと思わない？そうね。だってあいつ。でも阿佐ヶ谷君だって彼なりの考えがあってのことじゃないの？あいつが物考えてるわけないじゃない。なことね、ないと思うよ。いい？あいつが考えられることってね、どうすれば可愛い子のパンチラが取れるとか、どうすればエッチできるとか、どうやってあんたに接近しようとか、そんなことだけなのよ。なんか他のことも考えられるなんて思っちゃ大間違いよ。おめえら！いや、そんなね、彼もいい人よ。何？あんたあいつの肩持つの？うん、別に。ちょっとあんたもしかして阿佐ヶ谷のこと？別に。ダメよ、ダメダメ。私とあいつはガキの頃からね。とにかく今更ずるいわよ。ずるいって？何？あんた協力してくれるって言ったじゃない。あいつと私を何とかして。そのつまり。あ、そうね、そうそうね。何？ってことは何だ？つまり。そうなの？早く！そうなの。嬉しい。おまば、そんなとこで何やってんのよ。早く着替えなきゃ。着替え、なんて美しい言葉なんだ。私さ、結局さっき一人で水着買いに行ってさ、あっという間来た勢いでこんなの買っちゃった。ハイレッグ？そうよ。店員のバカがさ、あなたの体型ならこれくらいしかありませんだって。まあ気に入ったんだけどさ、なんせほらこれでしょ。ほら、ソリ入れたのよ。さっきうちでソリね。ソリ？たく、もうみんな阿佐ヶ谷のせいよ。ソリ込み。やーん、駒場の胸おっきい。おう、ぎゃーん。いやーん。Thank you.
子もかわいい。いないよ、コマバ。中野の綺麗な体ちゃんと見たいんだ。こうして見ると中野って意外と綺麗。うん、エッチだ。いや、今日のコマバってどこが？だって今までこんなこと。プールの中野が素敵だったからよ。朝ヶ谷くんのこと好き？ダメ、こんな時に。朝ヶ谷くんともこんなことしたい？知ってるくせに。ねえ、したいの？それとも。したい。やはりそうだったか。なかなか人を見る目があるやつだ。やめちゃいや。やめよっかな。いや、でも阿佐ヶ谷くんに悪いしな。やめないで。こんなことしちゃっても、君より先にしちゃっていいの？いいの、いいの。阿佐ヶ谷君に行っちゃおうかな。いやよ。行っちゃうと。くんのが欲しいって言ったよな。言ってみろよ。言わないとやめるぞ。
ただいま。誰もいないのかな。あ、駒場へ。お母さんたちはちょっと用事でおじいちゃまのところへ行きます。夕飯は冷蔵庫に入ってますので、レンジで温めてお兄ちゃんと食べてください。ママよりパパもだよ。気が変になりそうだな。それにしても、なんか入れるもの。どうしちゃったんだろう。今度はどういうものをお作りなのでしょう。今度か今度はな、まだ秘密じゃ。次回のお楽しみ。おはよう。どうしたの、やいミイラ男。昨日の機械で。ほーら、やっぱりこんなことだろうと思った。中野。思えば僕たちも長い付き合いだね。何言ってんの。いや、君の女性としての成長を僕も常々自分のことのように嬉しく思ってるわけだ。うん。何なのよそれ。とにかく仲良くしような。あんたまた頭おかしくなったんじゃない。例えばセックスとかさ。バッカじゃないの。だって最近駒場さんとばっかり遊んでるみてえだけどさ。バカ言ってんじゃねえよ。はい、生徒手帳。
けたらどんなか幸せ I'm a lady, office lady